カナリアシリーズは、北森博史による日本の推理小説のシリーズ。三賢者屋の路地裏にある、ビアバー、カナリアのマスター、クドが、客が持ちかける、相談時や謎を解き明かす、一種の安楽椅子探偵ものである。クドの推測に過ぎないため、その推理が正解かどうかは、明確には語られないが、作中にて相談を持ちかけた人々は大抵、満足している。 作中に登場する、数々の料理もこのシリーズの人気の理由の一つで、作者である、北森自身は調理師免許を所持しているという。全4作で、第1作目、花の下にて、春しナムは、第52回日本推理作家協会賞短編を呼び、連作短編集部門を受賞した。2作目、3作目で匂わせるに止まった、主人公、工藤の過去や、 カナリアの名前の由来などが、四作目、カナリアを知っていますかにて明かされる。新玉川線、三軒茶屋駅前の商店街のアーケードをくぐって、通りから一本外れた細い路地の奥、袋工事の手前の左側にある。白い縦長のちょちんに、カナリアと伸びやかな字が書かれている。扉は、焼きすぎ作り。中は、十人ほどが座れる。 L 字型のカウンターと二人用の商宅が2脚のみ。度数の異なる4種類のビールがあり、マスターによる創作季節料理はビアバーにしておくにはもったいないと言われるほど絶品である。最も度数の高い12度のビールはロックスタイルで強される。最も低いもので3度、他に5度のラガーなど。工藤はビールの飲み方についてグラスに注がれたら最後、 寸貨を惜しんで、グラスを空にする努力が必要であると述べている。その他、数種類のワールドビール、焼酎などが備えられている。稀に、工藤がシェーカーを振り、カクテルを作ったり、かつきから、その他の様々な酒を提供してもらうこともある。作品はいずれも講談社から刊行されている。ありがとうございます。